チと言ったらもう薄塩だろう。薄塩以外ありえない。どういうこと、怖い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 。みんな味覚音痴か。うわ、何これ、うわ、すげえすげえ。もうクラブじゃん、こんなん。ディスコみたいに、パーティーになってる。テンタクルズ、あ、いつもの衣装で踊ってるわ。あ、クソ可愛い。てか、めっちゃバージョンアップしてない？え、こんなんだっけ？2よりめちゃめちゃ可愛くなってるように見える。うわ、えぐ。こんなに、のり塩陣営多い。久々のスプラ。2週間ぶり？もうそんぐらいだよな。久々に帰ってきたこのバンガラ街に、みんな、ただいま、覚えてる僕のこと。どうも、キラーと申します。ぬるっと始まったけど、地味に10倍じゃん。もう全員塩漬けにしてやる。で、負けたチームはポテチの油でプロコンが壊れるような呪いかける。あ、クソ夢だ。え、2週間ぶりのスプラって、大丈夫かな、これ先般したいかな、クソ夢なりそうなんだが。コンソメ赤、確かに。赤のイメージあるわ、コンソメ。風花の笑顔、僕は見るんだ。今回見て、後ろに、なんかアサリみたいについてるっしょ。これなんだと思う？これ。今回の新要素なんだけど、これぶつけて30ダメージ与えた後に、この竹の85ダメージで疑似覚を取っていく、そういう作戦でいくわ。まずはもう分からん、お祭りボムじゃなくて、お祭りボンバーガールじゃなくて、花火玉か、花火玉、これ1個しかないんだけど、なんでこれ集めないといけないの。久々すぎてエイムがおばあちゃんになってるわ。お、今キルしたんだ。あ、キルしたら相手の花火玉奪えるんだ。あ、そういうことか。たくさんキルして奪っていけってことね。これ何個まで持てるんだ、最大もう20個くらい集めようぜ。いるのは見えてんだよな。あ、当たったな。これで、ね、よしよし。強っ。花火玉クソ強えじゃん。今いた？鬼バカゲロ強かったでしょ。今2発当たったんだよな、多分。で、やばい、このままじゃ倒されるって降りてきたところ、この竹がね、口開けて待ってるから。でもなんか思ったより即爆発しないから、結構ゆったり爆発するから、その間に逃げられそう。まあ、君は僕の M から逃れれないんだけどね。全員死爆。2週間に溜め込んだこのストレスを今ぶつけてっからな。そう、みんなルーターがぶっ壊れたんだよな。Wi-Fi ルーター。もうぶっ壊れたせいで動画撮れなかったんだけど、ようやく届いたんだよ、新しいやつ。これでうにょうにょしていくわ。ゲーミング Wi-Fi とかいう、めちゃめちゃ速いらしいんで。僕のスピードについてこれるかな。みんなも頑張って。僕のスピードに。ほら、シュン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 、花火玉がいて、地味に鬱陶しいわ。なんか煙幕みたいに鬱陶しい。やばいやばいやばい、一人倒したけど、こっちも。待て、花火玉が足りない。もうなくなっちゃった。やばい、もう敵倒して奪い取らないと。やっぱ強奪なんだよな。人が育てたものを横から奪いていく。これが一番簡単だからな。これで、10個くらい欲しい。10個くらい。で、マックスこれ、7個くらい？もしかして。なんかさっきやった感じ。やばい、後ろから。ナイスだ、味方。あ、これ縄張りバトルなんで、塗りにも使っていくか、花火玉。結構濡れるな。なんか食い物みたいに濡れるわ。それやめて、それやめて。いろんなところから飛んでくるんだけど。こいつ煽りやがった。最近めっちゃ煽ってくるやつ多いんだけど、何これ。え、残り1分になると、最後リスポーンした時に3個もらえるんだ。なるほどね。なんかこの時に、しばきあげ、くっそ。逃げ、塗り状況が最悪だが、手数で、救いくに負けるわけねえだろ。痛い。やめて、それやめて、本当にやめて。何でもします。よしよしよし。危な。でも意外と痛くねえな。5個投げられたけど意外と助かった。だけど花火玉でめちゃめちゃ塗られたんだけど、これきついな、ちょっと。花火玉ゲーじゃん、これ。こっちも奪い取って。最後投げたい。さっき、邪魔するな、お前。じゃあ、ジャムになりそう。あれ結構キルしたのにな。結局は最後投げたもん勝ちか。まあ、マッチングしていく。お、新曲だ、これ。クソかっこいい。これみんな PV 見た？クソ可愛かったね。特に風花がやばかった。風花が破壊力やばすぎて、それどころじゃなかったね。一旦しばき上げて、こっちはリッター、射程が長すぎる。結局射程なんだ。で、敵が詰めてきたこの花火だめ、相手の顔面に投げつける。実質食いぼリッター。実質食いぼリッターでやっていくわ。相手はのり塩？のり塩なんか歯にのりつけてそう。で、花火玉でも対処できなかったらもう最終手段。低用価をぶちかます。どうこの作戦。もう IQ200 万を超えてもう400億ぐらいありそう。一旦の高台は完全に支配した。今何個？今めっちゃキルしたからさ。7個ぐらい持ってない今。何個だ？これ投げつけ！やべ、足元いるか。はんちゃん。相手ビビって近づけねえだろ。こっち低用価持ってるからな。よく気づいてんじゃねえか。これビーコンで倒れし。やばい。だが、しかし。うわ危ない。精神崩壊する一歩手前で、なんとか立てた。これが塩の力。やっぱ塩を塗っていきたいんだよ、相手の傷口に。塩分が足りない。そう。塩分が足りないとどうなるか。熱中症とか血流が悪くなる。危ない。こっち血の毛が多いからね。血流が2倍速回転したから。クソ、待て。どこ行ったお前。いたけど、バナナ、いや。これがキルハのシナリオより。お、ちょ、墓でも作っとこう。お前のな。クソ、待て。シールドぜ。だが、うにょうにょステップ、これっす。やべ、相手もうにょうにょステップつく。だが、おちゃん、花火玉、7個連動、強い、これ。最後やばい。こ
これ強すぎだろ。おもろ。みんな思いついてしまった超絶害悪戦法。まず花火玉は7個連続で投げられるんだけど、7個投げた後に最後にトーピードを添えて投げる。そうすることによって確実に1人ずつしばけるという、これノーベル賞獲得不可避。あーらよ、やべえ、いつもスプラこんな感じだっけ。だいつもよりスプラがクソ楽しいんだけど、いやこれ多分花火玉の影響じゃないな。単純に僕は2週間ぶりにスプラするってだけだわ。普通に2万にまして実況どころじゃないんだが関係ない。さらに2人芝居た、ウニおるからこれ煽りじゃないね。そういうチューバーのチャージ機は煽りだと誤認する人がいるけど、これ煽りじゃありません。これ合法だから、合法煽り中になっていく。僕はやべ、なんか嫌な音がする。だがそれもそげっけ、強すぎる。え、花火玉いらなくね、そんなもん。まあ、メインだけで十分なんだよな、トーピードだけで。やばい。だが、たまに表示されるこの花火玉獲得数アップみたいな、何なのこれ。教科書に載ってないんだけど。だが空を飛んでいるのは僕だけだ。降りな。今何個、今7個あるぐらい、7個ぐらいある。これ最大数かな、やっぱり。これは強気に立ち回らずに丁寧にデスしていくわけね。え、みんなオーダー武器持ちすぎじゃない？みんなコンプしてんの？もしかして。オーダーレプリカ。せこいと思うんだけど。だが僕はソイチューバーを使っていく。ソイチューバーオーダーレプリカとか出してくれないかな。もう白すぎて意味わかんないよね。それ届くんですわ。射程は全てを解決してくれる。見てかわいい。なにこれ、めっちゃついてくるんだけど花火玉。めっちゃほらクソかわいくない、なんでこれ。お友達を増やしちゃおっかな。もう花火玉20個ぐらい獲得したいんだけど、僕ちょ、僕の夢なんだけど大家族にしていこう。あー、僕の子供たちがこの玉殺し。結局は残り10秒で花火玉をいっぱい投げた方が勝つんで、今は茶番、もはや。今30秒だけどまだ茶番。これではチャージキープ残り6個溜まった。1個上げとくわ。で、さらにここで連投していく。これで削り取っていく。あと半チャリ。来るだろう、詰めてくる。そこいるね。え、もう、イカ忍者見えない。永遠にイカ忍者が見えない件に、あの3個ゲットした。3、2、1、3、3、3、2、1、3、発射！これで、誰か事故れ。意外と耐えるな。いや、花火玉もうちょい火力上げてほしい。意外と倒せね。これ強い。デスコンボだ。最後に塗り散らかす。買ったくね、これ。見て、花火玉、クソ刺さってるわ。んー、でかい。行くぞ、田中。僕の背中は任せた。分からせてやるわ。どちらが真のスナイパーってことをな。タコちゃん、フルムーンちゃん倒した。当たれ！今当たったら完璧だったのに。非赤面。それはさすがに、ゆうちょ銀行 ATM 設置狙撃。早く僕に脳汁をよこせ。脳汁が足りん。相手から今から脳汁搾取しに行くわ。脳汁ちょうだい。オーバードーズ。やばい。過剰摂取かもしれない。これ以上脳汁があると。あっ、うっ、脳汁で何も考えられない。もうどうなってもいい。あ、なにこれなにこれ、意味は、やばい。捕まってろよ。